ダッシュダッシュ、めっちゃダッシュした。暑い。変な音出ちゃった。お、まだ3位だ。嬉しい。順位下がってない。わーい。わーい。嬉しい。トレーニングの成果かな。テンポある。4位とは34万。あ、結構離れてるね。嬉しい。いいことだ。嬉しい。カウントもしてってください。家まで、から駅まで、と駅から家までダイエット毎日してる。私イベントダイエットいつもギリギリでさ、フィルの支援ね、海さん。あ、そうだ、海さん本当ありがとうございます。なんかツール使ってめっちゃ投げちゃったみたいな感じなの。私ごめん、メイクにめっちゃ集中してて申し訳ない。ごめんね、本当今から書きます。本当ありがとう。トンボ笑われたわ。そう、実際あんな数の海と5位の差が1万ポイントない。そうなんだ。でも実際あんなさ、トンボがさ、いっぱいいたらどう思う？10タワー分に相当するぐらいだったの？マジ？ごめん。本当？トンボってどうやって書くっけ？トンボうまいじゃん私。なんかなんかしようか。マジで？なんか言ってほしいこととかあります？私でよければ。なんか言ってほしいことありますか？そんなこと言われても言いづらいよね。どうしよう。遠慮せずに。チャンスです。
何もないかな。まあ思いついたら言ってください。本当にありがとうございます。恥ずかしかったら DM とかで送ってくれたら。ありがとうございます。かわいい、うまいでしょ。珍しく、なんでらしくないとか言うの。うまいでしょ、上手。じゃあ思いついたから私が言うわ。なんかおはようからお休みまで一緒だねって前言ってたから、おはようコールとお休みコール言うね。じゃあこれを切り取って目覚ましにしてください。あと寝る前はこれを聞いてください。いや恥ずかしい、やっぱり。いきます。恥ずかしいんだけど、海さんおはよう。今日もなかなか辛い一日になるかもしれないけど、一生懸命頑張ろうね。いってらっしゃい。レッツゴーですね。てん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 。そろそろお休みの時間が近づいてまいりました。そろそろ携帯の電源を消し、静かにお布団の中に忍び込みましょう。そして明日のお仕事を乗り込むために、乗り越えるために早めに寝ましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、海さん。できた。就業感出てていい感じ。嬉しくなかったらごめんね。恥ずかしいんだよなこういうの、やっぱり。嬉しい、よかった。てかインスタの写真どうだった？いい感じじゃない？あ、月よ。いい感じだった？やったー。
コスコチャンネルだね。何言ってるの。嬉しい。翌日。そう。二人の写真もめっちゃいい感じじゃない？ちょっと分かった。本当？嬉しい。ね、今日別に何にも湿気とかなかったのに巻き早取れてるからびっくりして今。びっくりしちゃっているよ。あつ、今日こそ掃除する。今日こそ掃除する。でも昨日は洗濯できた。それはとても素晴らしいことよ。リビングの掃除するんだよ。私はリビングをなぜ汚すかというと服が散らかっているの。でも収納が少ないからどうしようもないの。どうしたらいいのかしら。どうしたらいいのかしら。収納がないから困ってる。収納力、いや本当に収納スペースが超ないの。本当に少ないんです。本当の本当に本当の本当だよ。本当の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 本当です。今日眠ち。今日はですね、トイレのさ、わお、いっぱい線見えたよね。すいません。あとさっき脱いだ靴下も見えたはず。やば、やばやばやば。見られたかな、さっきの汚いの。つらい。でもじゃあ大丈夫。お疲れ様です。1分なら配線まみれ初披露。つらい。今日は軽めのクリップにしました。今日はストリート系の格好をしてるから唇は明るめの赤リップにしようと思って。いいじゃん、リップ塗っても。インスタの写真を今日撮りました。今日撮影しましたよ。そう、今日の写真は本当にお気に入りです。今日はストリートコーデです。レイちゃんが撮ってくれました。ストゥーシーのスウェットケースね。こんな感じでね、ツーショットも撮れました。嬉しい。ストゥーシーちゃん、お、いなくなった。秋だね、秋だね。さ
遊ぶ時間とかね、ありがとう。あきらねー、今日はついにね、あのね、トイレにペタッと貼ったね、さくらちゃんがね、なくなったのでね、新しいさくらちゃんをつける日が来ました。てか見つかった、途中までのやつ、これだ。秋だね。アキさくらちゃん、さくらの形に便器につくんですよ。便器じゃないな、トイレの中ペタって、これつけてるだけで水流したらいい匂いになります。今日丸ごとコーチ行ってきたんですよ。じゃーん、ゆずサイダー、これで自撮りしようと思ってたんだ。試験さんこんにちは、よかったらフォローとカウントとか種とか投げてくれると嬉しいです。ツイートしよう。いつまでもね、いつまでもいつまでもずっと続いてほしいと願っている。手を取ることはできずとも、私はあなたを好いている。私の僕の時間が止まればいいのに。大好きなユズサイダーハート。最近初見さんが多い。確かに初見さん多いよね。嬉しい。やっぱイベントするとね、そういうのファンその方が増えたりするんだって。私の僕の時間が止まればいいのに。だからその今1位の方とか、そのイベントが強い人もそういうのにいっぱい出ててファンを増やするんだって。
調味料買わなかった1位の人フォローしました。え、あれ、なんだかんだで来てる人好きでしょ、私のこと前から。なんでフォローしたの。好きってね、私の話してたらしい、教えてくれたファンの方が。好きって言って好きって言って他に何もいらない、サイの方しか人しかフォローしませんだよね。ねえ好きって言って忘れないように、意味がいはいらないかな、君の顔が。韓国では自撮りが上手い人をセルギ君っていうよ。セルカプラス詐欺ひど。私がセルギ君ってこと。福岡の後輩にアイちゃんのルームを嬉しい。ナイス。君の顔が好きなんです、照れた顔もその全てを見たいんです。そう、つまりは録音しよう。いつも素敵ですね、ありがとう。パンジョンさんの命令でした。そんなことないよね、私が好きだからだよね。その全てを見たいんです。好きって言って好きって言って他に何もいらないから、ねえ好きって言って忘れないように、君が以外いらないから。寿司食いて、スシロー行きたい。スシローさんとくら寿司さんどっち派、みんなどっち派。スシロー、くら寿司さんの歌ったらなんかスシロースシローじゃん。くら寿司さんってなんかあるのかな、くら寿司みたいなやつ。はま、スシローじゃん、くら寿司みたいな。本当聞いてる。なんか2回来るね、2回くら寿司みたいなのあるのかな。スロー、くら寿司、くらくらくら寿司、くら寿司。あ、これもいいね、スシローさんのパクリみたいになっちゃうけど。ガチャポン嬉しいよね、あれウキウキする、ワクワクする。当たったらめっちゃ嬉しい。なんか1回で2回当たるとめっちゃ嬉しいんだよな。やばい、左足潰れた、ね、左足が、左足が、助けて助けて、左足しびれた。あ、やばい、痛い次掃除できてたら次のやつで燃焼トレーニングしよう。で、あたり次第強気でぶつかっても何にも手には残らないって思う。行こう。45分腹筋とか死ぬかな。ちょっとぐらい
らいの勇気になってちっちゃくなってさりに組んでる私だから全然つかめない君のことてか縄跳びしよう今日縄跳びってさめっちゃ疲れないてかめっちゃ痩せるんだろうなと思ってあ編集部さんだコメントしてくれたえ6位のとこにいないのにこんにちは今日あと全部30分あ本だそう30分だ今日じゃああとでお部屋掃除できてたら30分腹筋配信するわみんなもだよみんなも OK OK こんばんはみんなで腹筋しようね最近の夢なの腹筋割りたいっていう腹筋割りたくなってきた最近ほんとあと2分うわっ OK ですありがとうございますお前のキュンですありがとうかずみさんありがとうなべさんありがとうちょうありがとうみさんありがとうごっちさんありがとうベストさんありがとうスピナさんありがとう BPM188 さんありがとうベストさんありがとう東京特許区画区画長さんありがとうございますいっぱいありがとうみんな直しさんありがとうてるさんありがとうひんやんさんありがとうファイナルさんありがとうございます読めてなかったらごめんなさい13位かずみんさんありがとうございます12位 BPM188 さんありがとうございます11位ガッピーさんありがとうございます10位なべさんありがとうございます9位東京特許許可区長さんありがとうございます8位ベストさんありがとうございます7位海さんありがとうございます6位ミス編集部さんありがとうございます5位テルさんありがとうございます4位スピーナさんありがとうございます3位ライリスさんありがとうございます待ってコンタクト外れちゃいそう2位林おちょこちょちょこさんありがとうございます1位 YSA73 とチャレンジ自身を打ち負かすおりゃおりゃおりゃ それでは次の枠は21時からですまた皆さんよろしくお願いします縄跳びはうちの中じゃできないできないよね縄跳びって下の人に迷惑だからできないなじゃあまた9時から会いましょうまたね編集部さんもありがとうございましたバイバーイありがとうバイバーイ。